おはようございます、鈴木です。寒そうな朝6時半の代々木公園から毎朝お送りしております。最近ですね、もうね、今日が3月の、もう上旬の、上旬ももう終わって中旬に差し掛かろうとしてますけども、もうね、梅は終わりですよ。もう梅が散ってきちゃって、あっちはもうなんか桜が、あるみたいで、あっち行かないから同じ代々木公園だけど分かんないんですよ。明日とか行ってみようかなみたいな、今日ちょっと時間がないんでね。で今小さな独立をどうやって軌道に乗せていくかっていうシリーズでお送りしております。今日は、ホームページ作りが大事だっていう話を、ホームページ作りの専門家としてちょっと違った観点から話していきたいと思います。ホームページってなんか営業的な攻撃力はまあほとんどないわけですよ。ホームページ全然知らない人が小さく独立して、それでホームページを作ってもそこからお客さんが来ない、当たり前ですよね。だから皆さんもホームページとかホームページ制作会社が儲かるだけで意味ないでしょって思うと思うんですよ。で私もそう、まあ、正直そう思いますということで、高額な費用をかけてホームページを作るのは全く意味ないと思うと。で自分自身で作ったらいいと思うんですけど、自分自身で作ることそのものも意味がないんじゃないかって思う人がいるのもよくわかりますと。で私も営業力だけで言ったらなんか意味ないんじゃないかなと思って、今で言うんだったら例えばノートとか書いてなんか他からもつながったり紹介されたりするじゃないですか。でノートでなんかブログ書いて、でノートにページ作ってとか、仕事のあれを作ってとか、あとココナラとか、そういうスキルマーケット系にページを作ってとかね、暮らしのマーケットとか、なんかそういうところにページがあればみたいな風に思うっていうか、営業力っていう観点ではそれで十分だし、そういうこともやった方がいいと思うんですけど、でもホームページ一番最初に何をやるべきかって言ったら、やっぱり自分のホームページを作った方がいいっていうことなんですよ。で、それはもう圧倒的におすすめなんですけど、それが結局なんでなのかっていう言うと、やっぱり一番は自分の中の整理のために作るっていうのがほとんどで、営業的な意味はほとんどないんだけど、自分が思う、フォーマットで自分が考える、自分がやろうとしていることっていうのを、フリーハンドで整理するいいきっかけになるわけですよ。結局プロフィールとか、そのやってることとかやりたいこととかっていうのを、プラットフォームに合わせてまとめていくと確かにまとまるんですよ。こういうふうに書いたら、ちゃんとここならでお客さんつくよとか、そういうことがきっちり、なんていうんですかね、分かりやすく、フォーマット化されてるから、買い手のこと、お客さんのことをよく考えてくれてるわけですよ。だからお客さんのニーズに沿ったまとめ方をできるから、そのテンプレートってのは確かに大事なんだけど、なんか自分のやりたいことっていうのがココナラで売りやすいね、こういう別にココナラの話ばっかりしてるからココナラじゃなくても関係ないんですけど、その売れやすい形に自分のやろうとしてることをはめていくじゃないですか。それはそれで、お客さんがいないと商売が始まらないから正しいことなんだけど、でも今自分がやろうとしてることって新しかったりするから、そこにはまらなかったり、自分自身がもう少しふわっとしたものを持ってて、そのふわっとしてるっていうのはつまりいろんな要素を含んでるってことですよ。だからまだ可能性は定まってないっていうか、ある意味どういうふうに転がるか分かんないわけですよ。でそういう余白を多分残した方がいいから、まとめ方そのものから、自分のことをどうまとめるかっていうところから多分考えた方がよくて、だから会社紹介資料とか、ホームページっていうのはフリーハンドになっちゃうから、まとめるのはすごい面倒くさいんだけど、そのまとめ方含めて自分のことを再整理して深掘りするきっかけになるから、例えばこの会社について、それからプロフィール、それから事業紹介みたいなことでまとめていくと思うんですけど、果たしてそういうまとめがいいのか。企業理念とかビジョンとかから始まって、バリュー、ミッションみたいな形でまとめていくってやり方もあるし、まとめ方そのものが自由なわけですよ。でそこにも考え方が現れちゃうし、プロフィールっていうところに会社とか事業のプロフィールを書くのか、自分自身のプロフィールを書くのか、そういうことも随分変わってくるじゃないですか。そういうふうに
漠然と考えてたけど、自分をどう見せていきたいのかとか、自分がやりたいことをどうまとめていきたいのかっていうところにすでに、哲学が現れるし、その無意識な哲学、無意識な美学みたいなことを言語化していく過程だから、それをなんか一緒に考えていく、その私がやってきた仕事とか、それそのプロフェッショナルのプロデューサーとか、そのディレクター、クリエイティブディレクターがいると、何がいいのかって、その人たちになんでそんな高額な金を払うのかって言ったら、やっぱりその人たちと一緒に話し合って、自分の中を深掘りしていって、自分の哲学や美学っていうのを形に落とし込んでいくとどうなるのかっていうことを一緒に実験していくっていうことが仕事だから、それがなかなか一人ではできないっていうことなんですよ。だからそれは結局自分がこれからやっていくこととか、事業の進め方においてものすごくプラスになるっていうか、自分が大切にしているものっていうのを気づかせてくれるきっかけになるし、それをその形に当てはめていくっていうか、それにふさわしい形を一緒に模索することができるっていう最初のプロトタイプが作れるから、そういう意味でおすすめだっていうことなんですよ。それはなんか分かりやすいプロフィールはこうやってまとめましょうってい いうことを超えた、ちょっと別の次元の話になるから、そういう意味でも自分のホームページがぐしゃぐしゃでもいいから作った方がいいっていうのはそういうことで、むしろぐしゃぐしゃの方が一番最初の自分の初期衝動っていうのがよく現れてるし、あのその中にいろんなエッセンスが隠れてるから、後々分解するときにもそういう方が変に整って、外から分かりやすいプロフィールだけまとめるよりきっといいんじゃないかと思って、だからそのホームページ作るっていうのは、まあ確かにサーバー借りたりめんどくさいからもちろんやった方がいいんだけど、あのそういう意味では会社紹介資料の、ペラ1、その、パワポでね、1枚、ワードで1枚とか、そのプロフィールシートなのか何なのか分かんないけど、その会社紹介資料の私についてっていうのを1枚まとめるっていうことでも意味は同じなんですよ。それでもいいと思います。つまりフリーハンドでまとめる自分のコンセプトのペーパーを1枚絶対作った方がいいっていう、それがものすごく価値のあるものだから、それをまとめた方がいいよっていうことなんですよ。だからそれをちょうど載せるいい機会だから、ホームページを作った方がいいっていうのと、あとやっぱりプラットフォームってすごい流行り廃りがあって、あの5年とかですぐなくなっちゃうから、あの自分でもそのプラットフォームをね、過去何回かやって、でそれで撤退してっていうのを繰り返してるから自分でも思うんですけど、続けていくって大変なんで、あのプラットフォーマーも、だから栄光盛衰があるしね、統廃合されてなくなっちゃったりするわけですよ。だからそうするとそのプラットフォームに頼るっていうのは良くない。でも、ホームページってすっごい昔からものすげえ古いホームページをそのまま使ってる人とかもいるじゃないですか。っていうぐらい、つまり、長持ちするものなんですよ。だからある意味ホームページに蓄積していくっていうのはすごく大事なことだから、会社とか、個人事業主とかで独立したての時に銀行の口座とか作れないから、今さらにもっと作れない時代になってるから、そういう時にもドメインを取ってホームページがあるっていうのは社会的信用にすぐつながるんですよ。だからなんかそれをがあればこの人はきっと逃げないだろうみたいな、ツイッターのアカウントしかなかったらこの人は逃げるかもしれないって思うじゃないですか。だからそういう人になんかこう口座を作ったりお金を貸したりはしたくないわけですよ。だからそういう意味でもドメインを取ってホームページを作った方がいいし、そういう意味でそういうことが信用の土台になるっていうか、それはなんか、古臭い話というよりも今言ったようにその覚悟の問題っていうのを、見せてあげるってことなんだろうなと思って、であとはなんか例えば発注する会社の購買部とかね、その経理部とか、それから何だっけ、商工リサーチとか、そういう帝国データバンクとかそういう人たちが、見るときにもやっぱりホームページがあった方が、ちゃんとこっちが伝えたい情報を丁寧にその人たちの文脈に沿ってまとめられるじゃない。その誰のために作ってるのかっていうのはその2通りあって、つまりあごめんごめん、多分本当は3つのステークホルダーがいるんだけど、それを実は意識しているのはそのうち2つっていう話なんですけど、1つは自分自身っていうこと、自分自身を分かりやすくまとめたいっていう、自分のために作るっていうこと、それから営業のお客さんっていう話があるんだけど、営業のお客さんっていう点では実はあんまり価値がない、ホームページは効果がない、それよりもプラットフォームに出したり SNS に出したり宣伝のためのことをお客さんに向けてはやった方がいい。でだからそこは実はあんまりホームページは機能してないんですよ。で3つ目に、守り的な部分で
その購買部の人、銀行の人、それから、なんだっけ、銀行の人とか、あとまあ行政の人とか、なんでもいいんだけど、そういう、そのあなたの会社の、確からしさを確認する人たちのために、守りとして、きっちりこれまでの、ね、遠隔とかどうやってやってきたかみたいなことも含めてね。あ、ちょっと風が強いんでちょっと休憩です。はい、そのずっと残していくようなね、そしてなんかこう、こうなんていうんだろう、きちんと整理されたそのあなたのインフォメーションっていうのを、長くまとめていく、ね、そのページはなくならない、そういうことがホームページの、役割なのかなと思って、つまりなんか防御力みたいなものなんでしょうね。攻撃力はちょっと弱いんだけど、防御力っていう点で、まずね、その防御をまとめる中で自分自身のその確からしさっていうのを強くすることができるっていう、だから それでそれを作るだけで、だから自分の説明のトークっていうのがすごくスムーズになると思います。自分が一体何をやってるのかっていうのを、もうただでさえ、ぐちゃぐちゃしてて、分かんないわけだから、それが多少は良くなるんですよ。だからホームページ作りを時々見直して、時々ページをアップデートしていくっていうのは、その自分が何をやってるのかっていうトークがより明確になっていくんで、そういう指標のためにもね、ホームページは絶対に作った方がいいっていうことで、まず、健康になって、そして最初のお客さんを見つけて、それから、サービスを作って、そしてその、一緒に独立してやっていく仲間を見つけたらホームページを作ろうっていう話でございました。はい、じゃあぜひねホームページ作って、そしてそれに困っていたらね、私に相談していただければ、私も一生懸命相談に乗りますんで、そういう仕事もやってますから、ぜひぜひねご連絡ください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日 YouTube でお会いしましょう。